皆さんこんにちは。舞台夢王国と眠れる100人の王子様プリンスシアター、クロノ役の川澄美心です。クロノの第一印象はまずうさ耳がついてるなと、そしてすごく可愛らしい顔をしてとてもキュートで、でもなんかすごくかっこいいところもあってみたいなところがあるなと思いまして、すごく自分ができるかなっていうのはすごい怖い部分はあったんですけれども、これからどんどん仲良くなっていろんなことを試していけたらなと思っております。ぜひ見に来てください。劇場でお待ちしております。大変です、こんな時間です。すっかり寝坊してしまいました、ごめんなさい。